p ックス受容体は、非イオン透過性イオンチャネル内蔵型受容体であり、細胞外野での新三ン酸と結合して反応する受容体である。プリン受容体ファミリーに属する。p ックス受容体は、人のほか、マウス、ラット、ウサギ、ニワトリ、ゼブラフィッシュ、牛ガエル、吸ウ,ウ、アメーバ等、多種多様な種に存在する。 随一典型的な PNX 受容体サブユニットの膜トポロジーを示す模式図。第1と第2の膜貫通ドメインには、それぞれ TM1 と TM2 とラベル付けされている。次ゼブラシッシュの PNX4 受容体チャンネルの結晶構造。横から、細胞外側から、細胞内側から、PNX 受容体は、 カキのような多彩な生理学的機能に関与している。p ネックス受容体は、広く様々な動物種の組織に発現している。神経末端のシナプス前、後、並びに、中枢神経系、末梢神経系、自律神経系の全体にわたる、グリア細胞では、p ネックス受容体は、シナプス伝導を制御している。加えて、神経や骨格筋のほか血管、 生患、膀胱を等の平な目筋で筋収縮の開始を司っている。P2X 受容体は、リンパ球やマクルファージ等の白血球、あるいは血小板でも発現している。一部の細胞では発現している P2X 受容体のサブタイプに偏りが見られる。P2X1 受容体は、平な目筋細胞に目立ち、P2X2 受容体は、自律神経系に広く分布している。 しかし、これらは極端に偏在しているものではなく、各サブユニットの分布は重なっており、ほとんどの細胞で2つ以上のサブユニットが発現している。例えば、P2X2 と P2X3 は感覚神経に共に発現しており、機能的には1つのものとして、P2X2、三0要体と呼ばれる。P2X をコードする遺伝子には7種類が知られており、 P2X1 から P2.7 と呼ばれている。サブユニットのトポロジーはすべて共通しており、細胞膜を貫通する部位を2つ有し、大きな細胞外ループでつながっており、C 末端と N 末端は細胞内にある。N 末端側にはプロテインキナーゼ C のコンセンサス部位を含んでおり、P2X サブユニットのリン酸化が受容体の機能の本質である可能性を示唆している。 加えて、C 末端側は変化に富んでおり、それぞれがサブユニット固有の機能の元となっている可能性が示される。一般的に言うと、多くのサブユニットはホモマー、またはヘテロマーとして多量体を形成し、受容体となっており、受容体は構成されるサブユニットに基づいて命名される。すなわち、P2X1 のみで構成されるホモマー受容体は、 P2X1 受容体と P2X2 と P2X3 からなるヘテロマージュ容体は P2X2、3と呼ばれる。一般に P2X6 サブユニットはモノマージュ容体を構成しても機能せず P2X7 サブユニットはヘテロマーでは機能しないと考えられている。初期の分子生物学やタンパク質の機能的研究では3本の ペプチドサブユニットが解合して中央に4等価チャンネル光が形成されたので、機能を持つ P2X 受容体タンパク質が3両体であることを示す強い根拠であると考えられた。このことは、ゼブラフィッシュの P2X4 受容体の3次元構造を X 線結晶構造解析した結果からも裏付けられた。これらの知見は、 各サブユニットの第二幕貫通ドメインがイオン透過光を形作り、チャンネルの開閉を司っていることを示している。P2X 受容体の構造と活性の相関は多くの研究の主題となり、その結果、ATP 結合、イオン透過性、穴拡大、感受性低下を担う部位が特定された。P2X の活性化には3分子の ATP が必要であると考えられ、 チャンネル校の開口には3つのサブユニットのそれぞれに ATP が結合する必要があると思われていたが、その後 ATP は3つのサブユニットの境界部に結合することが判明した。ATP が P に X 受容体の細胞外ループに結合すると、イオンチャネルのコンフォメーションの変化を引き起こし、イオン投下口を開口させる。最も受け入れられている。 チャンネル開口のメカニズムは、第2マック貫通ドメインら旋構造の回転と乖りで、あり、3つの TM2 が広がったその側面を、NA プラスや CA2 といったヒーオンが通過すると思われる。ヒーオンが侵入すると、細胞膜の脱分極が起こり、数多くの CA に応答性細胞内反応が弱気される。チャンネルが開口している時間は、需要体を構成する、サブタイプに依存する。 例を挙げると、P2X1 受容体と P2X3 受容体は、ATP 存在下で急速に応答性が低下し、一方で、P2X2 受容体は ATP が結合している。限りチャンネルが開いている。P2X 受容体の薬理学的挙動は、主に受容体を構成するサブユニットの構成により、定まる。異なるサブユニットは、ATP、α、 ベータメチレン ATP、ニオ ATP 等のプリン作動薬や、ピリドキサールリン酸6、アゾフェニル2、4ジスルホン酸やスラミン等のプリン喫光薬に対して異なる感受性を有する。一部の PNX 受容体が ATP 応答性に多段階のチャンネル開口反応を示し、時間経過とと,ともに大きな有機比音、N メチル D、グルカミン、 やヌクレオチド結合性色素、溶化プロピジウムを透過する様になるという事実は引き続き興味の対象となっている。この透過性の変化が P2X 受容体の光景が大きくなることによるものか他のイオン透過酷が開口することによるものかとのテーマが研究途上にある。P2X 受容体は素面小胞体で合成される。ゴルジ体で複雑な透作が結合された後、 受容体は細胞膜に運ばれてスネアタンパク質ファミリーの一部と結合する。C マッタンのユックスクという配列モチーフはすべての PNX サブユニットに共通であり、サブユニットの輸送及び細胞膜中での PNX 受容体の安定化にとって重要であると思われる。p クス受容体が細胞膜から除去される際にはクラスリン誘導生殖作用によるエンドソームへ、 取り込まれて、リソソームで分解、再利用される。P2X 受容体の ATP に対する感度は、細胞外の PH や、重金属の存在に強い影響を受ける。例えば、P2X1 受容体、P2X3 受容体、P2X4 受容体の ATP 感受性は、細胞外 PH が7未満では弱く、P2X2 受容体の感受性は著しく、更新する。 その一方、アエンイオンは P2X2,P2X3,P2X4 の ATP 誘導性イオン流を増強し P2X1 については阻害する。pH や重金属イオンの P2X 受容体へのアロステリック効果は細胞外ドメインの必死人速さが授与している。P2X4 受容体は他の P2X 受容体とは対照的に 大肝ラ,ラクトンであるイベルメクチンに大きく影響される。イベルメクチンは ATP 存在時の P2X4 チャンネル開口の確率を上昇させて ATP 誘導性四流を増強し脂質に重膜の内側から膜貫通ドメインに相互作用しているように見える。P2RX1、P2RX2、P2RX3、P2RX4、P2RX5、 p 2 Rx7、p 2 RxL1、Tax1bp3 イベルメクチン、アエンパロキセチン、フルオキセチン、クロミプラミン、マプロチリン、その他抗うつ薬一般的に抗うつ薬の典型的な血清濃度は約100から 1000nm の範囲。抗うつ薬は新油性の傾向があり、組織に蓄積するので、中枢神経系では実験で観察された p 2 X4 受容体阻外に有効な濃度に到達する。ありがとうございます。